宮城県道264号大平仙台線。宮城県道264号大平仙台線。宮城県道264号大平仙台線は、宮城県黒川郡大平村から、道県仙台市青葉区に至る県道である。国道4号及び、宮城県道22号仙台線線、旧国道4号の西側を並走して、仙台北部中核工業団地群と、 仙台市都心部とを結ぶ。1954年、昭和29年12月10日に都市計画決定されたが、実際の着工は1970年代に、泉市、現、仙台市泉区からで、細分化された工区ごとに、計画通りの車線数より少ない一部供用と、計画通りの各供用とを繰り返しながら、不連続で開通をしてきた。バブル景気前までの、 各校区の供用開始は、主に沿道の郊外ニュータウン開発に伴ったもので、あったが、バブル景気からは、沿道で展開される、東北インテリジェントコスモス構想、仙台北部中核テクノポリス構想、宮城大学新設と宮城県図書館移転、バブル崩壊後もフィンランド県降伏し、センタープロジェクト、アウトレットモール進出、東京エレクトロンとセントラル自動車、現、 トヨタ自動車東日本の進出といった仙台都市圏における様々な経済変化、学府と仙台の拡張、仙台市の政令指定都市移行による県都市との関係の変化いった政治状況、山岳間の影響を受けてきた。起点では大平小学校前交差点において国道4号及び宮城県道57号大平落ち合線と接続し、終点では 木町通り一丁目交差点、東北大学病院急正門前において、宮城県道31号仙台村田線、旧国道48号、桜並回廊北四番町通り及び、仙台市道青葉線1 6 0号、木町通本在木町線と接続する。仙台市総合道路整備計画における、骨格幹線道路も、三環状12放射状線のうち、 都心環状線から北西に伸びる放射状線の都市計画道路北四番手大平線にほぼ全線が一致する。かつての都市計画道路の路線名は北四番手大和町線だった。2017年平成29年時点での共用部分、上記の Google マップのリンク先参照の北端は黒川郡大和町群床となっているが、そこから北に向けて建設中の宮床国、 L イコール2060が完成すると、国道457号に直線的に接続する。ここから、大平村の起点までの 6.4km のうち、国道457号の約 3.4km を重複区間とみなし、さらに、大平村の起点までの約 3km を新設する計画になっている。東道北山港区の開通以前は、 仙台都市圏北部と仙台市都心部とを結ぶ、幹線道路は、宮城県道22号仙台線線、旧国道4号の一本しかなく、ラッシュアワーには、仙台線線を含め、福音の小さい道にまで渋滞が広がっていた。東道は、仙台線線のバイパス効果や、周辺の渋滞ポイント4カ所、指名坂交差点、南中山一丁目南交差点、荒牧中央交差点、 青葉町交差点の渋滞緩和など、多大なる効果が期待され整備された。また、沿道には、工業団地も新設されて、東京エレクトロンなどが進出し、さらに季節の工業団地にもセントラル自動車を発、メトル自動車関連工場が進出しているため、さらなる交通量の増大も予想される、町名家。 岡東交差点の平日12時間交通量は2008年が42,810台、12時間、2013年が55,16台、12時間。2012年、平成24年3月24日の北山航空開通に伴い、東道を通って、四北西部の住宅地と都心部とを結ぶ宮城交通、及び仙台市営バスのバス路線が新設された。 市によれば、従来の仙台市地下鉄南北線とバストを乗り継ぐ方法よりも、道バス路線の方が10分以上早いと予想されており、東道の整備は地下鉄を含めた公共交通機関の利用客動線にも影響を及ぼしうるものである。江戸時代の仙台城下町には、北目町、国分町、北在木町、新天馬町の4つの天馬町があったが、 このうち北材木町は木町とも呼ばれた。仙台城下では、零々につながる道を通りと呼ぶが、北材木町から北に向かい北山城の里主範寺、山和前までの道は、北材木町通ではなく、通称の木町を用いて、木町通、木町通りとばれるようになり、道路名、木町通の両側の住所も木町通となった。木町通は、 天馬町の北材木町につながる道だったため、城下と西から北西の郊外にある農村とを結ぶ重要な道となっていたが、木町通をバイパスするように一本西側の現西公園通を大幅拡幅して仙台市電が通されたことで細道として残った。それでも商店街は続き、かつては通り中に仙台七夕を飾るほどの活気があった。 通りごとからブロックごとに住所を割り当てる住居表示により、1968年、昭和43年2月1日には、北在木町とは全く異なる木町通総い北部を木町に、1970年、昭和45年2月1日には、木町通総い南部が、柏木1丁目、木町通り2丁目、木町通り1丁目、春日町に変更された。 都市計画道路北4番手大和町線路線延長 14.4km はこの木町2と北4番町、桜並街道、旧国道48号との交差点から北に向かっていく道路として計画され、旧城下においては北9番町を過ぎたあたりまでの木町2を拡幅し、そこからやや西寄りに曲げ、道を新設して林王寺の地下を通り、旧城下の外に出ていく。 これより北側では1970年代までに荒牧公園団地の原、桜川丘3丁目と4丁目との間が道路用地として用意され、東北自動車道、1975年開通、仙台南 IC、泉インターチェンジの上空を通る、古道橋、泉パークタウンの建設に合わせて道、入り口交差点から道中央交差点まで、さらに原、 国道457号との重複区間のうち、山越区間のみが道路として共用されていたが、他のほとんどがそもそも道路として存在していない状況だった。1980年、昭和55年の宮城医学院の桜川を開店に合わせて荒牧公園団地の区間が共用され、宮城県道37号仙台北環状線の整備が進んだ1980年代には、 泉パークタウンから北環状線までが共用開始された。1992年、平成4年に北環状線から宮城学院前までが共用開始されると泉パークタウン中央交差点から水の森三丁目交差点までの 5.6km が連続して利用できるようになった。1994年、平成6年に都市計画道路北4番手大平線。 路線延長 24.8km に解消して、路線が約 10km 延長され、1995年、平成7年に、県道大平仙台線に指定された。水の森三丁目交差点と都心部の間にある、高区は、同交差点近くにあるフィンランド県幸福し、センタープロジェクトと一体で施行され、建設の際には一括入札が行われた。すなわち、 同校区は、同プロジェクトの施設と都心部との間をつなぐ、最短路としての面も評価されて予算がつき、同プロジェクトが始まる2000年代から整備が本格化した。整備前の木町2は、北4番町から北8番町まで、片側1車線の対面通行で、北8番町から北側は南向き一方通行だった。なお、荒牧本沢校区及び北山校区は、 指道北四番帝大和町、その八線に指定されており、開通後に順次、東県道に編入された。その一方で、両校区と並走し、以前からの開通区間をつないでいる指道、荒牧泉線の一部、指道中山街道線の一部、指道荒牧道線の全線、及び指道通り町中山線の一部は、東県道に重複指定されている。 大和町宮床の宮床中学校から道町宮、床田山田の国道457号の交差地点までの区間の工事が始まっている。完成は2018年、平成30年3月までを予定している。泉パークタウン中央交差点から水の森三丁目交差点までの区間が第二次緊急輸送道路に指定されている。泉区通から大和町、小野の区間は 第4種一級企画で作られており、最高速度が時速 60km となっている。このためスピードが出やすく、大和警察署がしばしば取り締まりを行っており、注意が必要。2009年、平成21年、当時未共用ながら、すでに完成している、青バックの荒牧本沢高区の古道橋から、北の区間で映画、ゴールデンスランバーのロケーション撮影が行われた。 現在この小道橋は開通している。東道路と並走する経路で仙台都市圏自動車専用道路候補路線の仙台北道路が描かれる場合がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。